Weekend, Weekend. The Rampage. Weekend, The Rampage. With Gene Riku.さあ23時になりました。ウィーケンドザランページ生放送でお届けします。お相手はザランページリーダーのジンとボーカルのレクです。2023年最初の生放送ということで、改めまして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ということで無事に2023年を迎えることができました。はい、ね、お正月皆さん、2週間ぐらいも経ってるかな、ちゃんとゆっくりできたのかな。どうなんだろう。我々もね、みんな、まあ、それぞれ仕事のスタートは違うんですけど、はい、ね、しっかりお休みいただいて、もうちょっと心も体も、リラックスして帰ってきましたということで、皆さんもきっとね、いいお正月過ごされたと思います。おせちとかね、ぜんざいとかね、美味しいもの食べて太ってしまった方も、もうちょっとね、仕事始め学校始めには間に合うように、戻していただきたい気持ちもありますけれども。お餅何個食った？俺ね、餅あんま食べないんだよ。 あ、マジか。そうそう。で、お雑煮ぜんざいみたいなのが、なんか、島根とか、山陰地方であって、で、うちの、母方が島根にいたんで、それをおばあちゃんが作ってくれて、1個だけお餅食べましたね。リクさん食べました？お餅ね、トータル僕、4つかな。おぉ、トータル4つ食べた。ですね、うん。なかなかね、普段毎日食べるようなものでもないからね。大好き。餅美味しいですよね。あのね、ずっと食えるね、僕。それぐらい好き。なるほど。で、まあね、今この時期といえば受験ですよ。受験とか、そうだね、試験シーズンっていうんですか、まあ、前期後期あると思うんですけども、はい、明日、早くて明日とかからもスタートする方もいらっしゃるという。あと大学のね、ですよね、やつもある。そうですよね。いやー、これね、ちょっとこうなかなかひりついてる方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあちょっとね、そんな皆さんにエールを送るつもりで、ジュン君出たよ。今年初のパワー。早ない？まだ、だって今年初の生放送ですよ。うん。ですよ。言っとく？言っちゃいましょう。じゃあ、皆さんにね、もしかしたらそういうテスト勉強とかね、試験勉強の合間にこれを聞いてくださってる方もいらっしゃると思います。僕が、言っときますけど、ただただ大声でパワーって言って皆さんに届けるだけなんで。でも、思いは必ず叶う。強く願えば叶うと信じてるんで。じゃあ、行きます。いいね、ということで、いいね、今日も出るね。今年も出るよ。出してく、出してく、全然。うん、23時からの放送やけど、ね、出してく。うん、あのね、筋肉さんよりもすごかった。出てたよ。はい、こんな感じで、はい、皆さんのね、週末をこうちょこっと、はい、明るくしたいなという気持ちでやってる番組でございますので、最後までお付き合いください。はい、それではいきましょう。ウィーケンドザ・ランページ。お送りした曲はザ・ランページで Change My Life でした。 Riku The Rampage From Exile Tribe。 さあ、ウィーケンドザ・ランページ、お相手はザ・ランページリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。このね、 Change My Life でまだパフォーマンスを披露してないので、そうなんだね、結構ね、 Twitter でみたいな、どんな感じかなって言ってるんで、ちょっと今年見れるかな、どうかなという感じでございますが、楽しみにということで、はいはい、番組終了後11時30分からはニコニコチャンネルでの動画配信も行っておりますということで、お楽しみに。それではこちらのコーナー行きましょう。ミッドナイトウィーケンニュース。こんばんみ、ミッドナイトウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど、最近のトピックスをニュース形式でお届けします。では本日のニュースラインナップを紹介しましょう。ジン、正月は睡眠とユニバ。ザランページのジンさんが今年のお正月の帰省中、はい、爆睡をかました後にユニバーサルスタジオジャパンへ行ったことが明らかとなりました。はい、なぜ寝てしまったのか、ユニバはどうだったのか、この後たっぷりとお話を伺います。はい、続いてはこちら。リク、正月にばあちゃんがやらかす。ザランページのリクさんのおばあ様が、今年のお正月にとんでもないことをやらかしてしまったそうです。果たして何をしてしまったのか、この後現場にいたリクさんにその模様を鮮明にお伝えしてもらいます。という全くウィーケンもランページも関係のない、ね、うん、2本立てですが、ええ、
まあまあお正月トークしましょうよってことなんですよ、うんうん、まあ平たく言うと ね、 そうね。で私はまあとにかく睡眠と、あとはもうイベント出たユニバに行きましたというね、ブログにも書きました、ツイッターにも書きましたが、行かせていただきました、うん、なんかね正月とにかく眠くなるんですよ。このなぜ寝てしまったのかは僕が聞きたいぐらい。実家の空気がその安心感を強烈なものにしたんじゃない、うん、かもね、うん、あともイエーみたいな、その家の空気、家がまとってる空気にこう押し込まれるかのようにずっと寝てたね、マジでほぼ1日20時間ぐらい寝てた。ほぼ活動してない。飯食ってるか寝るか、犬猫より寝てんのよマジマジマジ、ほんまぐらい寝て、うん、でまあ家族親戚の集まりにね行ってね、うん、まあ、あの新しく姪っ子も今年はいるしみたいな、うん、いいとこたちにも会ってみたいな感じで、で最後休み、東京帰る前の日にあのファンタのソータと二人でユニバーに、僕がねもう 毎年いつもユニバーの話してて申し訳ないんですけど、やっぱ行ってきたら最高な場所でした、うんうん、いうことで、普通の パスで行ったんですよ、うん、普通のパスで行って、とりあえずユニバー楽しむためにお揃いのを買おうって言って、2人で選んだバケハみたいなのをね、恐竜の買ったわけですよ、うん、で、まあ、どっから行くかっていうのもね2人やし自由に決めていこうって言って、朝10時ぐらいから行ったのかな、うん、おでバーって何この出てるじゃないですか、うん、どこが何分並ぶみたいな、うん、あれを見て行きやすいとこから行ったわけですよ、うん、でここで僕あることに気づいたんです。これ表示書いてるけど実際その通りなのか、ざっくりなんじゃないかと思う。例えばじゃあ60分待ちって買ったら本当に60分待つのかっていうのを気になったから、ストップウォッチみたいなんで測って、携帯で測って並んでたんですよ、うん、ほんじゃあるだいたいどの何ですか、アトラクションもそれよりちょっとね短いんですよ。だいたい例えば70分ってなったらだいたい45分とかぐらいで乗れるんですよ、これマジの話で。マジで、わこれおもろいこと気づいたと思って次乗るやつも測ってみたんですよ、うん、ほんじゃ90分やったのが60分ちょっとぐらい、20、30分ぐらいね短いことがあるんですよ、うんうんうん、これはいいことに気づいたと。ほうほう、だからね、バーって表示見た時に60分かと思うけど意外とそれより短く乗れると思ったら乗れやすくないですか。確かに得した気分で皆さん測ってみてください。そんなことに気づいたのね。そう、僕が行った日はね。でも、うんうん、なんか中にはハリドリとかやったらまあ100分やったかな、うん、でも大体100分ぐらいやったの、そういう乗り物もね、あるんですけど、うん、で気づきがありまして、でユニバに行って、その後ラウンド1に行きまして、うん、で、粉もん食べてっていう、もう丸一日をね関西尽くしですね。もうね、お腹いっぱいにもなったし、うん、楽しかったですね。で、待ち時間もずっとソータが謎かけしましょうよ、つってさ。なんか、で、謎かけにハマってるっつって。うん、どうつって、じゃあ、とんかつとかけまして、うん、授業参観に来た親と解きますみたいな、ね、うん、その心はって言って、クイズ形式ね、しかも。うん、もうそれで俺悩みながら20分くらいまた並んでたけど。もうでヒントを出してもらって大体分かったんですけど、その心はでどちらも揚げたてが嬉しいでしょう、とんかつの揚げたてと、ね、まあ、息子が産後で揚げたてっていうのをすごいなとかっていうのを一生二人でやってたって仲いいっしょ仲いいな仲いいんで、空気感おじちゃんだね。そうそうそう、いいね。そんな休日を過ごしましたという僕からのお知らせでございました、はい、でリクさん、僕のですね、うん、はい、まあ、あの愛しのバーバがですね、はいはいはい、まあ、やらかしたよと、はいはい、で僕そのリアルタイムでストーリーで、インスタグラムのストーリーで笑ってますみたいなことを載せたんですけど、その詳細をね、うん、見た方もいらっしゃるかと思うので、はい、詳細話していきたいなというふうに思うんですけども、ます寿司あるじゃないですか、うんうんうん、それは毎年うちのばあちゃんは用意してくれるわけですよ、うんうんうん、であれこう袋開けて、うん、お皿にこう盛り付けて、うんうん、盛り付けるというかこう出してこう乗っけると、うんうんうん、いうふうなことをやろうとした時に、だから去年ですね、2022年、そのます寿司を、まあ、バッと落としちゃった、うん、それは持って運ぶ時に、袋から出す時に、出す時にダッってなってぐちゃぐちゃになって、うん、まあ、食べれる状態ではなくなっちゃった、うんうんうん、ああ残念だったねっていうのをやってたのに2022年、うん、なんと今年早速かましてくれましたと。あら、全く同じことやりやがってよと、あ、アゲインしちゃった、アゲインしまして、
あれこれデジャブってなって、でそれを見て、あの意地でもその前回のリベンジをしたかったうちのバーバーですね、あの3秒ルールを適用しようとして意地でも食べさせようとさせるんですよ。まあでも今このご時世柄もありますから、そうやめた方がいい、やめろと、あの僕のね、あの親父アチ君が言うわけですよ、はい、でもあの前回の失敗があるから意地でも食べさせたいというばあちゃんと、うん、葛藤がね、その親父のバトルがめちゃくちゃ面白くて爆笑してましたよ。平和な話で、最後の最後のばあちゃんの言い出した必殺奥義が、はい、そのます寿司を電子レンジにぶち込み始めて、うん、何するんだと、うん、熱で消毒するんだと言い出して、バカ野郎ということで、孫である僕からもしっかりと突っ込ませさせていただき、ことなきを得たと。じゃあそのリクさんの天然はばあちゃんから来てんのかな、もしかしたらね。ばあちゃん譲りなんかはね。ばあ、まあ、血のつながりあるからね。もしかしたらあるかもしれないんですけど。え、ばあちゃんとはその正月ぐらいしか会わないですか？まあ、ね、あのね、正月以外でもね、ちょっと顔見に行ったりとか、するんだけど、まあ、基本で、多くても2回かな。いやでも元気でね、良かったですよね。そうだね。ちょっともう今ずっとね、じいちゃんも亡くなって、もうちょっと4年ぐらい経つのかな、ずっと一人で、だからこまめにね、電話とかメールはしてるんだけど、直接会うのは 2,3 回かなっていう感じ。じゃあもう来年はほんまにます寿司3つぐらい買っといて、万が一こうした時用に、いやもうね、ます寿司をバーバーに握らせね俺がやる全部予備を用意してたからいいですよね。本当ね、頑固で、なんかね、ちょっとおバカなばあちゃんなんですよね。もうね、今年は例年よりゆっくり休めたでしょ、リクさん。例年より休めましたね。ちょっとしっかりとこう、親のね、飯も食って、ああ、いいじゃないですか。インスタグラムそれこそ載せましたけど、グーフィーにも会いに行き、グーフィーも11歳ですよ。おー、8キロ9キロぐらいあるでっかいトイプなんですけど、相変わらず元気で。ああ、そっちのグーフィーか、ディズニーのグーフィーか。あ、違います。ああ、はい、買ってるね、実家で買ってるね。そうそう、グーフィーですよ。親戚の家にいるんですけど。ディズニーでグーフィーってそんな若かったっけと思って、もっと何十歳いってるんちゃうかなって一瞬思ったけど、そっちのね。ああ、なるほど、よかった。よの方じゃないか。いよー。はい、じゃあここで以上ですね、ミッドナイトミーケンニュースでした。怖い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 。はい、次行きましょう。次行きましょう。Weekend The Rampage。はい、ということでね、まあ今日は2023年最初の生放送なんで、まあゆったりとね、最近のこう、まあランページごとだったりとか、近況をね、フリートークバーっとね、やっていきたいなというふうに思うんですが、まあ年末無事ね、ツアーが終了しまして、ランページとしては25公演。はい。で、大晦日にはエクスポがあり、はい、ライブ尽くしの1年でした。ほんまに。よーい、いろんなとこ行ったね。行きました。いろんなとこ行って、いろんなとこ食べて、いろんな人に会って、うん、もうでもなんか僕らはやっぱ LDH はライブが一番こう強みとしているというところなので、そうですね、なんかね、いろんな活動もやりながらですが、やはりライブで一番輝ける場所を作るというのが、まあ、今年も目標なんで、頑張りたいなというふうに思います。で、違いない、まあ、これ私事なんですが、今年からちょっと1日にお知らせありますよって言ったら、みんなが写真集ですかとか、いろんな憶測があったんですけど、ツイッターを個人アカウントをやるよっていう、ね、これマネージャーと相談して、ね、決めたんですけど、まあ、ファンの皆さんと僕は結構その細かくコミュニケーション取ることも多かったりとかして、で、舞台も始まるんで、で、一人芝居も始まったりとか、それのこうなんかお知らせというか、そういうのもしたいなと思って始めたんですけど、なんか分かりやすく言うと、今までインスタにも上げてたようなこう日常的なものはツイッターに集約しようかなと思ってるんです。で、ツイッターはもうあんま近所のお兄ちゃんみたいな、なんか親しみやすさをベースとして、で、インスタグラムはかっこいいアーティストとしての僕を見てもらうというコンテンツにする。で、ブログに関してはグループのリーダーとして日々感じたこととか、活動に対する思いみたいなものを発信するような使い分けをしたいなと思ってますので、皆さんぜひどれもチェックしていただけたらなというふうに思って、フォローしてくださいっていう平たく言ったなっていう感じでございます。いや、
皆さんのいろんな考察というか憶測ある中で、はい、なんかこういうのもなんかこのタイミングでやるのもなんか俺らしいなみたいな言ってましたけど、うん、まあすごくねツイッターすごいいい場所だと思うんですけど、はい、わざわざねうちのジン君はですね、まあ、グループのリーダーではありますから、はい、まあそのわざわざ別にいいのにちゃんとね、うん、事前に、うん、我々メンバー全員にこんな感じでやるからねみたいな感じでわざわざ連絡くれて意図もちゃんと説明してくれて、うん、あそれはいいことだなと思ってぜひやってくださいというふうに思うんですけども今日も靴下のしてねああいうのがなかなか、ね、わざわざ言わなかったんですけど今まではでもなんかそれぐらいツイッターで結構使いやすいんでというね感じでございます。すごい身近に感じていただけるものだと思います、ね、そうですね。あともう芝居も先言いましたけど解禁されまして3月からで、うん、頭からやるんで本当に一人芝居でもう移動中もずっとボイスを自分でセリフ読んだやつを聞きながら移動して、うんね、何かしながらでもセリフ言えるようにするっていうとにかく分厚いんで台本がそうだよ、ね、ちょっとこれを3月までに仕上げるっていうのは今の僕のこうライフスタイルの中心にあるものですね。どうする？何がいい？あれ差し入れ差し入れ、うん、何やろうな。もうほんまでものど飴とかの方が嬉しいかも。あリアルだね多分もう今までにないぐらい発声っていうか自分一人で喋り続けるから自分でも分かんないんで分かんなくなるんで稽古はじゃあもう本当にさだからディレクターチームというかそうねスタッフとジン君じゃん、うん、やばいねやばいよね。だってさそれその、まあ、ベースの台本があってさ、うん、でそれをさ、まあこういくもこういくも、うんうん、結構さその時のジン君のさそうテンション次第じゃん、うんまあ、そのしかもキャラもんじゃないんで普通の青年を演じるから、うん、セリフとかもまあでもとか、うん、いやそうだったどのこうのとかっていうその喋り口調で全部それを記憶せなあかんかそれがむずくてあーなるほど、ね、エターナルの時はなかった、うん、でもさでなんか あそういう言葉っていうよりもキャラクターっぽかったからやりやすかったんですけど、うん、めっちゃむずくてそれにちょっと悪戦苦闘しながらな、ねまあ、頑張ってるって感じであのねビジュアル、うん、もう普段のランページの撮影とかではなかなか見れない、ねうん、ヘアスタイルだったりとか表情もさ、うん、そうだしなんかこう本当に未知というか、うん、僕らからするとそうっすね早くね本番大変だけどね見たいなというふうに思ってますけどもでリクさんもミュージカルねはい、まだ稽古はまだなんですよね。そう稽古はまだ始まってなくて、うん、まだねスタッフチームとあと演者全員のね、うんうん、集いもまだなくてあそうなんやそうもうちょっとしたらあるかなって感じなんですけどまあ、今月から少しずつ準備始まってくるんですけど、まあ、しっかりね今回もちゃんとというか主演をね座長を務めさせていただきますので、はいフィーダーさんとマグナスをですねしっかりと全うして蓄えてランペに戻っていくぞという、うん、今年はなんか僕は個人的にはねしっかりとインプットしたものを濃くランペに持って帰るという年にしてスリボの一員として柱なれる頑張んなきゃなと翔平いるのがめっちゃびっくりしたんやけど、うん、だってミュージカル歌うんすもんね翔平が翔平と僕一緒に歌います。そうですよね、はい、これが楽しみ普通のランページで、まあ、まあまあ歌うまいのは知ってるんですけど、うん、それをだからミュージカル調で翔平が歌うっていうのはもう想像できなすぎてっていうのがなんか別に彼にプレッシャー与える意味ではなくって俺もすごい苦戦してたよって意味で、うん、歌が彼うまいからこそめっちゃ苦戦すると思う、うん、歌唱指導の先生の言ってることって俺その先生の舞台を見に行ったから、うん、あこういうことだったんだっていうのすっごいパフォーマンスで見せつけられたのね。なるほどねってなったんだけど翔平歌えちゃうからこそめっちゃ苦労すると思う。でも乗り越えた時にちょっと、うん、マッシブもあるじゃん、うん、ラップ絶対変わる絶対に変わる。ちょっとだから翔平その舞台前に読みましょうよ一回ゲストで。ありありありでどう現場の感じどうなったのかって翔平目線でも結構皆さんも知りたいと思うんで、うんうん、そうだね。ちょっとこれマネージャーさん調節してもらってやりましょうやりましょう。ありがとうございます。翔平呼びましょう。うん、はい、ふざけなしでマジで真面目なやつだあと封印してもらうんで。ああでもね多分彼ね結構中だって追い込まれてね、うん、ボケるそれどころじゃない多分そう聞かれたことにちゃんと答えるしかできない。はい
い。で、まあね、あの、アルバムも2月22日、はい、に発売が決まってて、ラウンドアンダーラウンドということでね、はい、本当にこれから皆さんの耳、本当に耳クソが詰まるぐらいこの言葉を聞くことになると思うんですが。ラウンドアンダーラウンドという耳クソが詰まるね。僕ら言い続けると思う。でも、まだあのね、リード曲の音源もそうですし、ミュージックビデオとか、はい、あの、まだまだ出てない詳細があったりするので、うん、これから随時、告知して解禁していくと思うので、そちらも楽しみにしていただければと思います。ドキュメントもね、結構僕ら見させてもらったんですが、うん、メンバー16人の、思いと、そして今年2023年の活動につながるみんなの思いが、語られているので、はい、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。お願いします。ではここで一曲お送りいたします。私リクでスタンドバイユー。さあ、ベイヘムからお送りしてきましたウィークエンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。ではここでお知らせです。先ほどもお伝えしましたが、2月22日にランページのニューアルバムラウンド&ラウンドが発売となります、うん、予約も開始しておりますので、こちらぜひチェックしてください。そして我々が出演する舞台の詳細も EXILE ドライブモバイルに掲載されてますので、そちらもぜひチェックしてください。はい、じゃあここでメール、ちょっとね時間あるんでエンディング読みましょう。はい、福岡県のサイドチェストタンさん、はい、明けましておめでとうございます。正月ボケしてましたが、ウィーケンっていきなり大声を叫びましたよね。ちょいクソ番組だったなって思い出しました。ちょいってない。今年もよろしくお願いいたしますということです。ありがとうございます。ご挨拶ね、新年のご挨拶いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この辺の人たちはもうベテランですから。ベテランですよ、うん、ベイクルーとしてね、うん、愛知県こげ丸さん、私は塾で働いています。お、今日は生徒を明日の試験に送り出しました。おお、明日からの大学入試共通テスト、みんなとても不安そうだったので、ジンさん全力のパワーありがとうございました。あ、ということでみんなとエールになってますよ。さすがにね、明日試験の子がこんな時間までラジオ聞けるかなっていうのは分かんないですけどね、うん、どこかで届いてると信じて間違いない。そして茨城県パナナップルさん、今年一発目の生放送ということで、ジン君だけじゃなくてリックさんからもパワーをいただきたいのですが、よろしいでしょうかということで、しゃいくぞー。やっぱボーカリストの本気のパワーをいきます。喉痛めんようにね、うん、パワー。おー、やっぱ綺麗ですね、その濁りがないというか。まあまあ、僕のパワーとかじゃない感じがこう、もう山の頂上にて気持ちいいぐらいの感じで言ってくれるから、すごい今これも届きましたよ。、はい、ということで今年もね、改めましてウィーケンドザランページよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでウィークエンドザランページ、ここまでのお相手はザランページリーダーのジンとリクでした。